皆さんこんにちは、アパレルオです。今回ご紹介する商品は N ハリウッドとグラミチのコラボレーションのパンツですね。こちらイージースラックスをご紹介していこうと思いますので、ぜひぜひ最後までご覧いただければと思います。ではまず簡単にね、素材やディティールからご紹介していこうと思うんですけども、こちらグラミチの機能的なディティールはそのまま残して、シルエットや素材を変更することで N ハリウッド、らしいアップデートがされたような、パンツとなっております。自由な開脚が可能なガゼットクロッチや片手で調節できるウェビングベルトなど、グラミチの画期的なディティールはそのまま搭載された状態でシームポケット付きとなっております。シルエットも渡りに余裕を持たせながら、裾にかけてたっぷりと、テーパードが効いたシルエットとなっておりまして、素材もウォッシャブルのウールギャバジン素材となっております。またこちらベージュの方は N ハリウッドのオリジナルカラーとなっておりますので、まあ、その辺もね、結構発色とかめちゃくちゃ綺麗なお色でしたので、ぜひ気になる方はご覧いただければと思います。まあ、こちらはね、2023年秋冬の新作となっているんですけども、もう本当にねすごくとろみのある生地感が特徴的な感じで、まあ、グラミチのねちょっとこうアウトドアというかスポーティーな感じの印象はもう全くなく、ディティールはちょっとねグラミチのそのまま残してるんですけども、生地感は本当にエヌハリらしい感じのもうきれいめな感じのちょっとスーツに近いような雰囲気で履いていただけるパンツっていうところがね、まあ、この絶妙な抜け感といいますか、このバランス感はすごくねかっこいいなと思えるような、パンツとなっております。まあ、シルエットはねややゆったりめではあるんですけども、見た目以上に履くと結構ね落ち感がすごく出る、パンツとなっておりますので、まあ、本当にきれいめな感じのコーディネートにもしっかりとはまってくれるような、印象のパンツとなっております。まあ個人的にはねこちらのブラックがねめちゃくちゃ使いやすくて非常にかっこいいなと思ったんですけども、まあ、実際履いてみると、こちら163センチ54キロで、今サイズがこちら38の方ですね。まあ、大体 M サイズ相当だと思っていただければいいかなと思います。まあ、これもね本当にちょっとね丈はもうちょっと短くてもいいかなと思うんですけども、まあ、非常にこのもう見ていただければ分かる通り、かなりねトロッとした生地感っていうところと、まあ、ウェビングベルトもね普通には真ん中じゃなくてちょっとだけこうずれてるっていうところもね非常に、見えないところなんですけども、おしゃれなポイントかなと思います。普段はねこのバックポケットはベルクロついてるんですけども、今回ねやっぱりこういったちょっとスーツ寄りな感じ のディティールとなっておりますので、まあ、ベルクはなくっていうところで、もう本当にちょっとねそういったところもデザインポイントが効いてて、個人的にはめちゃくちゃかっこいいかなと思いました。まあ、生地はねウールにはなるんですけども、まあ本当に分厚さ的には全然ねめちゃくちゃ分厚いっていう感じでも全くなくて、チクチク感も本当になく履いていただけるパンツとなっておりますので、まあ正直ね今履いていただいても全然個人的には大丈夫かなと思いますが、まあ本当に真冬はちょっとねヒートテックかましていただければ全然使えるような感じの雰囲気だと思います。でこちらがお色違いのベージュの方ですね。これもねもうすごく綺麗な濃さのベージュとなっておりまして、深すぎず明るすぎずといったところで、本当にこう綺麗な感じの大人のコーディネートでもしっかりとはまってくれるような上品感のあるベージュなんじゃないかなと思います。また本当にねジャケットとかのスタイルでも、本当に、コーディネートとしてはすごくしっかりハマってくれる感じの、雰囲気ですし、まあもちろんねTシャツとかちょっと緩めな、カジュアルなアイテムとの非常に相性がいいですので、一つあれば、すごくねコーディネートの幅も広がる感じで、まあ、スラックスほどカチッとしすぎず、こういったねちょっとアウトドアなパンツよりかは、本当にきれいめな感じで履いていただける、この中間的な役割としては非常に便利なアイテムなんじゃないかなと思います。結構ねテーパード具合もめちゃくちゃこう急激にギュンと細くなってるわけじゃないところも、個人的にはね大人の方でもすごく入っていただきやすいシルエットなんじゃないかなと思います。でこちらが実際履いているんですけども、163cm で54kg、これがねちょっとサイズワンサイズ上げてみたんですけども、ちょっとね裾はもうかなりぐしゅぐしゅっとなってるので、ここまでもたつくとねだいぶちょっとやぼったい感じの印象が強くなってしまいますので、まあ丈感はねちょっと無視していただいて、色目だけ、ちょっと見ていただければなと思います。
もうこれもね本当に濃い色の T シャツとの相性はねめちゃくちゃいいかと思いますので、こういったねちょっとラフなスタイルっていうところもこうパンツが綺麗な分ね、あの全然こうカジュアル度が、ちょうど抑えられて非常にこうバランスいい感じのスタイリングがあの成立するんじゃないかなと思いますので、まあ、これでねちょっとざっくりめなニットと合わせていただいても、すごくね秋冬かっこよく決まるんじゃないかなと思います。またねこういったちょっとスラックス系のね生地っていうところのパンツも一つあればねすごくね個人的にはあの便利かなと思います。ちょっとねどうしても秋冬あのウール系の、素材だったりちょっとごつい生地が多くなりますので、そういった時にねちょっとこのとろみのあるような、質感のパンツとの、相性っていうところも非常にいいかと思いますので、気になる方はねぜひチェックしてみていただければなと思います。ちょっとねやっぱり普通のグラミチに比べるとあのお値段がねちょっと3倍近くしちゃいますんで、なかなかねそこが個人的には、ちょっとネックかなとは思うんですけども、まあ本当にそれ相応のねこの、履き心地であったりシルエット、このシルエットの落ち感とか、まあ、デザイン性を含めてねやっぱり、かっこよく履いていただけるのはもう間違いないかと思いますので、まあ、ぜひねあのちょっとこうパンパン、買っていただけるような値段帯ではないかと思いますので、ぜひ一度ご検討していただければなと思っております。ウェビングベルトの使用もねグラミチと一緒でもう本当に簡単に、片手で調節できるような感じと、まあ、しっかりとねあの股のところもジップがついておりますので、まあ、そういったところのね気遣いも、やっぱり普通のグラミチにはない、アイテムとなっております。結構ねいろんなブランドとコラボしてるエナハリなんですけども、本当にこのグラミチもねあのハーフパンツとかね夏やってたと思うんですけども、まあそれのフルレングスバージョンといったところで、まああのもうだんだんシリーズ化されててすごくね個人的には、かっこいいアイテムの一つかなと思いますので、ぜひチェックしてみてはいかがかなと思います。はい、ということでね今回ご紹介してきました、グラミチ×エナハリウッドの、コラボレーションのイージースラックスですね、まあ、決してねこうカチッとしすぎずこうラフすぎないっていうこの絶妙な、間のバランスをとった、使い勝手のいいパンツとなっておりますので、まあ、大人の方でもねちょっと普段履きのスラックスとして一つあれば、非常にねかっこよく、いいリラックス感あるコーディネートが楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますので、気になる方は、概要欄の方にリンクも貼っておきますので、そちらからちょっと見ていただければなと思います。ぜひぜひ、チェックしてみてはいかがかなと思いますので、よろしくお願いいたします。個人的におすすめはねやっぱりベージュもかっこいいんですけども、なんやかんや言うとやっぱりこう黒が、使い勝手が良くて流行りしたりなくて、まあ本当に一番コーディネートしやすい感じのカラーとなっておりますので、やっぱり黒はもうやっぱり外せないかなっていうところはありますので、個人的には黒が一番おすすめとなっております。またね全然秋冬商品もこれからどんどん入荷しておりますので、随時ねその辺も含めあの新しいブランドも含めて、ご紹介していこうと思いますので、そちらも楽しみにしていただければなと思います。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいなと思っていただければ、高評価チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。またね本当にもう連日もう35度以上の、猛暑日が続いておりますので、まあ皆さんね本当に体調管理、水分補給だけはねしっかりととって、楽しい夏を過ごしていただければなと、思っておりますので、もうぜひその辺もね気をつけてお過ごししていただければなと思います。ということで次の動画までまた、さようなら。Thank you.